皆さん、こんにちは。週刊手帳術の著者、海野隆史です。今日の雑貨はですね、決断するからに、そんな話をするんですけど、あのー、手帳に書くとき、まあうん、スケジュールを書くとか、うん、タスクを書くとか、目標を書くとか、うん、ビジョンとか価値観でもいいんですけど、まあ、書くからに、決めるという決断をすると。 いうところが、まあ、大事なところだったりするわけで。で、まあ特に、アスクとかスケジュールですかね。まあ、アポイント。まあ、要するに約束事ですよね。そういうことをこうどういうふうに捉えるかっていうことだと思いますので、まあ、まずはね、それが成功するのか失敗するのかなんていうことよりも、自分がどう行動するかというところが重要ですし。で、えー、その重要だった っていうところをこ決めるわけなので、ま,あ、まずは、失敗するかどうかというよりも、成功するかどうかというよりも、まずはそれって成功を前提に決断をしてるはずなので、まあ、失敗をね、覚悟してることも、まあまあ、僕たまにあるのかもしれないんですけど、ただ、それはやっぱりやってみないとわからないし、で、結果は当然コントロールできないんですけど 行動そのものはコントロールできる。まあ、自分が唯一いることなので、まずはその、ね、成功失敗なんていうことより、うん、決断するっていうことが大事だと思いますし、まあ、それをこう、成功するかな、失敗するかなっていうことと、うん、決断するっていうことが、うん、天秤にかけること自体と、なんか、うん、土俵が違うという、そんな風には思いますので、まずはその、 決断する。で、決断したことを手帳に書くんで。書いてから決断じゃなくて、決断してから書く。決断したことを書く。いう、そんなことが大事なんじゃないかなと思います。えー、そうしないと、結局、まあ、やることがいつもいつも、えー、できるかどうか、一か八か。で、えー、やった後に、えー、結果を見て、うん これが良かったかよ悪かったかとか、やらなかったことに対して、本当にこれはやることだったのかみたいな、けわかんないことになっちゃう。ということであれば、うん、花から、うん、決断するっていうふうに決めて、で、それを <laughs>、その決めたことだけを書けばいいんじゃないでしょうか、というふうに思います、えー。今日の動画は以上となります。最後まで視聴いただきありがとうございました。 運のたかしがお送りしました。それでは。